はい、皆さんこんばんは、関西美女バーカー TV、第9回目ですね。本日のゲストは、はい、山口千代さん、はい、よろしくお願いいたします。本日もあのパーソナリティさせていただきます、ゆきこと深野ゆき子です。よろしくお願いします。はい、ということで本日は、はい、ぜひぜひいらっしゃいませ。ありがとうございます。やってきました。はじめましてですけれど、はい、今日はカメラマンということで、はい、初めてです。カメラマンの方が来ていただいたのは。そうですか、はい、嬉しい、ありがとうございます。なんかちょっと私もあまりこう接点がない方、はい、ない職種といいますか、はい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 、なのでちょっとワクワクしてるんですけど、実は。ありがとうございます。はい、しっかりと聞かせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、と、はい、いうことで、山口さん、はい、実は、もともとは、うんうん、システムエンジニアをそうなんですよ。されてたんですよね。はい、私子供の時からめちゃくちゃパソコン好きで、ほう、パソコンオタクみたいなですよ、ね、イメージ。ずっと家でカタカタカタとやってましたね。へー、ずっとなりたくて目指してたんですけれども。はい、そうなんですか。ずっとなりたくて、ずっとなりたくて目指していて、 SE になりまして、うんうん、なりまして、うん、はいはい、なってたんだけども、うん、実はちょっと途中で転職しました。へー、うん、すごい。なんかそこには意味があったんでしょうね、何かね。あ、はい、最初は、まあ、なりたい仕事にもつけてたし、仕事もすごく楽しかったんですけれども、やっぱりちょっと自分の仕事としてコンピューター関係につきたかったわけじゃないんだなって気づいたんですね。まあ、趣味としてめちゃくちゃ長かったのもあったんですけれども、ああ、そのパソコンに関わってる時間だったんですか。はい、そうですね。そこからちょっと自己分析をしだしたというか、え、私何やりたいんやろみたいな。あ、それちょっといいですね。それいくつぐらいの時だったんですか。24とか、うんうん、4ぐらいですかね。偉いな。そんな時にそんな風にこう感じて、で、ちょっとこう試行錯誤みたいなところだったんですか。あ、そうそう、それもあったのと、うん、まあ、もう一つがちょっと結構そういうこともあって、結構いろいろトゲトゲしい、うん、心がトゲトゲしくなっていて、うんうんうん、で、まあ、その時に、まあ、うん、お家の片付けをしていた時に、はいはい、写真が出てきたんですよ、これこの大きい、うん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 、で、赤ちゃんがこうパタパタしてる写真で、え、これ誰なんってちょっと親が聞いたんですよ、はいはい、これ誰って言ったら、うん、いや、あんたやでって言われて、うん、え、この写真誰撮ったの、こんなん見たことないよって言ったら、うん、あ、あんたのおじいちゃん撮ったんやでって言われて、もうその時にえって思ったんですね。えって言ったのが、私の写真がね、はい、そのおじいちゃんが撮った写真も残ってなかったし、うん、私自身そのおじいちゃんとの記憶は全然なかったんで、うん、え、写真あるんやって思ってちょっと感動してしまって、で、まあ、その3歳の時に亡くなったおじいちゃんだったので、はいはい、記憶にないし、そうですよね、なんかそのでも写真にはちゃんと残っていて、その写真にそのおじいちゃんから受けてる愛情が写真に残って残ってるんやなと思って、はいはい、まあ、これって写真ってすごいなって思ったんですね。そうですね、愛情を残すツールとして写真って本当すごいなって気づいて、はい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 、そこからちょっと写真をに対してちょっと仕事としてやっていけたらなっていうのをね、うんうんうん、思いました。すごいかっこいいですねっていうか、すごい愛情を残すってすごい本当ですね。そうなんです、すごいな。で、まあ、動画と違ってこうパッて見えるから余計にね、確かにそうですね、実際本当にこうやっぱり見る
とあってこうスッとそこに戻ったりとかって写真ならではかもしれないですね。はい、そうですね、まあ、それで気づけてやっぱりこの写真ということに関わりたいなっていうことと、うん、でまあ、もう一つが、まあ、その自分の人生、さっき言った自己分析っていうのを考えてると、はいはいはい、なんかみんなと違ってこう毎日のこのライフサイクルなんかに写真っていうのが私の中であったんですよ。あのご飯とかお風呂とかの歩み日常がね、なんでみんなないんやろうって思ってて、なんでも別に写真を趣味にしてるとか言ったこともなかったし、うんうん、なんかちゃんとしたカメラを持ってるわけでもなく、はいはい、本当に携帯で撮るとか、うんうんうん、写るんですとかの撮るとか、うん、っていうぐらいしかやってなかったんですよね、うんはい、知識もなかったし、うん、でまあこの自分ってその生きてるのかね、写真って一つあるんだなって思って、うん、これっても生きるとともに写真としてやっていけてるっていうのもあったので、この2つがあったので、うん、写真を仕事にしたい、しようと思って、はい、転職しました。すごいですね。ちゃんと それがこう何その自己分析をしている中で、はい、あ、私写真あるやんみたいな、そう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 、おじいちゃんの愛ですね、きっとね。そうですね、全然そうですよねすごい、あ、そうなんだ、うわー、そう、もう、え、じゃあもともとおじいちゃんも好きだったんですかね、そのカメラとかって。あ、そうらしくって、あ、でもね、それについては私がカメラマン3年目ぐらいになってから知ったというか誰から聞いたの？親戚集まりで。あ、そうなんですか？私だけ知らんかった。カメラやってたみたいな、うん、じゃあ親戚の方もびっくりだけど、あ、でもおじいちゃんがもうさせたかったよね、きっとなんかね、びっくりしました、ねうん、でもそんなこと言われたことでもなく、なでもなく自然にカメラに入って、そう、多分だからこそ、うん、なんか親戚とかも、あ、そういうことかと思って、まあ、会社もね辞めたりとかして、すごい大きなことじゃないですか、うん、突然カメラマンで、はい、ってなると思うんですけど、うん、カメラやったから良かったんだなって、うん、そっかそっか、うん、でもそれいいですね、うん、よかった、よかったそうなんですね、でもそれすごいですね、なんかこう導かれたように本当に ねそんな風になってたんでしょうね。ありがとうございますすごい、でも本当にあの、ね、あのお若い時にそういうことに気づけて、それが今ねあの仕事になってるってすごいことですよね。そうね、好きな仕事というか、ね、なりたくてもう、はい、なかなかね、そんなカメラマンとかやっぱり技術というかそういったものが、そうですね、まあ、ずっと、まあね、でもどうやってなるんか分からなくて、うんうん、でもなんかお金も全然たまってへんし、うんうん、学校とかも考えたんですけど、はいはい、25ぐらいだったので、はいはい、どうしようと思って、たまたまそのまあカメラマンが集まってる団体のところに、あ、まあ、フリーカメラを目指す、はいはいはい、まあ、学生とかのところの団体に入ったりとか、あとまあ写真展を募集してるところとか、なんかこうちょっとグループ展で参加するとかっていうところに関わるようになって、先輩カメラマンとかに出会ってアシスタントをしたりとかして、はい、勉強させてもらいました。やるって決めたから、もうそこからはもう行動していく感じで、なんか気になって気になってね、調べまくってやっぱりそう行動ですよね、そうやってね行動するから、そういうこととこうつながっていって今があるんでしょうねちょっと考えずにダーって言ってるかもしれませんあ、でもそれができるのもいいですよねなんかよく言うじゃないですか、はい、こうだんだんそれができなくなるとかね、よくみんな言うけど、うんうん、いつになってもってね、そんな関係なくて本当に飛び込んだらね、はい、そうですね、行動していけばいいってことなんですよね、うんうんうん、きっとね、でもね、だってそんなところからもう今やね、あのカメラマンはもちろんのこと講師業もされてたりとか、またまたそんなところに置いてるこの本を出版されたりとか、あ、もちろんもちろん出してください、はい、シュイーン見えるかな、こんな感じで見えてるかな、見えてるかしら、はい、じゃあ SB クリエイティブよりこれから始めるデジタル一眼カメラ、こんな感じでしたらいいかな、はい、そう、はい、写真と撮影の新しい教科書という本を出しました。そう、
映像 DVD 付きです。素晴らしい。手取り足取り、そうですよ、ね、一緒に写真撮りに行く気分になれるっていう映像 DVD、 すごいですね。なんかそうですね、これさればはいね、えちょっとその辺もちょっと詳しくね、はい、あの聞いていきたいなとは思ってるんですけど、はい、まあ、そんな、ね、と流れから講師にもなり、はい、でそこを凝縮された本の出版っていうことだったんですかね。あ、そうですね、まあ、カメラマンをもう今11年目になるので、うん、まあ、広告の写真として仕事をいろいろさせてもらって、うん、はい、まあ、その中途中から講師もさせていただいて、うん、まあ、こうしてやって、まあ、教えたい伝えたいということを、まあ、本に形にさせてもらっていますね。うん、もともとその講師をされてる中で、そのなんていうんですか、新しいそのカメラマンを目指す方とかに話をされているんですか。あ、いや、そんなこともなくって、あの、まあ、講師としての仕事は、あの、まあ、まず企業さん向けの講師ですね。私自身広告の写真の仕事しているので、あのなかなかカメラマンをね毎回頼むのも大変やからということで、自分らで撮れるようになれるようにする方法だったりとか、あとまあ学校でウェブデザイナーとか目指される方、ちょっと写真も一緒に撮りたいっていう、そういうものだったり、あとまた全然違って趣味で自分の楽しみとして人と写真を、趣味をこれから始めたい人からちょっと写真を少しでも上手くなりたいなって思っている人に向けて写真を教えたりしていますね。ああ、そうなんですね。はい、そうか。で、それが実際に、はい、あのね、本で見れるようになったっていうことなんですね。あ、そうですね。じゃあちょっとこれの説明からいきますか。うん、そうです、そうです。ぜひぜひここで。はい。今日ね、そうなんです。ちょっとあの新たな試みではないんですけれど、ね、たまたま偶然、はい、あのこちらでもちょっと。カメラがあったのであれですけれど、はい、ちょっとこれは同時配信をさせていただきまして、すいません、ショールームという DNA さんがされている、ね、番組がありまして、そちらも同時配信しております。そうなんです。はい、なのでショールームで見られている方、クロマキー技術でこの見ようなんですけど、あの、まさにミュアーカーをご覧になっている方、合成をされています。両方楽しんでください。そうなんです、はい、っていうことでちょっとね、あの新たな試みがたくさん盛りだくさんの今日第9回なんですけれど、はい、はい、で、そうですね、ことで、あのこちらの本をね、あのぜひぜひ紹介していただきたいなと思うんですけど、 ありがとうございます。実はこの本ね、はい、私もともと写真を勉強するのにすごい苦労したんですよ、うん、なんかね、もう本当に分からなくて、カメラが難しくて、はいはい、で何撮っていいか分かれへんし、どう撮っていいか分かれへん、操作も分かれへんし、はいはい、もう大変やったんですよ、うんうんうん、で本って字読まないとダメじゃないですか、はいはい、字読むの苦手なんですよ、はいはいはい、大変じゃないですか、はい、確かに確かに、あ、苦労したなと思って、はいはい、もうそういう本は嫌やなと思って、はいはい、なのでめっちゃイラストを入れる、はい、写真をデカデカとたくさん詰め込む、うんうん、しかも映像でレクチャーできる、はいはい、で問題集ちょっとつけてちゃんとこう学べるようにして、はいはい、飽きさせないようにしたかったんですね。うん、すごい。そうなんです。でもう一つが、あのよく多いのが写真の技術本って多いじゃないですか。例えば花の撮り方とか、はいはい、なんかテクニックも、はいはい、じゃなくて、その前の前のまず写真をどういう風に撮ったらいいか、主役とか脇役とかどこにどう配置したらいいのかっていうところをまずお話しする、うん、もう一つは何撮ったらいいのを教える、うんうんうん、例えばわざわざ海外のものすごいおしゃれなところで行かなくても、うん、はい、お近くの公園で感動を呼び起こせるような写真を撮るための見つけ方、うん、被写体の見つけ方ですね、うん、すごいですね。まだそこまで行くと思うので技術の話はしてなくて、最後に写真の技術としてまんま真似するだけです。あの書いてある通りにこうやるだけ、で同じように写真を撮るっていうレシピみたいになってますね、はい、面白そう。ありがとうございます。すごい。あ、確かにそんな、なんかこう私もカメラとかって言われたら、うん、その辺なんかこのおすすめのこのページみたいなのないですか。そうですね、そのイラストがね多いのがねすごく分かっていただけると思うんですが、すごい字が大きくて、うんうんうん、なんかこう本当にイラストがここですね、ここかな、うん、いいよ、見えるかしら、はい、こんな感じで、そんな感じ、はい、とかもあったりとか、うん、あとはそうですね、もう本当にこの大きな字でこんな感じで、はい、イ
ラストが入っていて分かりやすく作らせてもらったり、うん、あとまあまあ、真似するだけというレシピのような形でこういうふうにビフォーアフターで掲載していますね。もっと下、あれ下いかい、はい、しゃしゃしゃ、その辺いい感じに撮りましたね、はいはい、まあ、これとともに一緒に映像で教材で学べるように、うん、まあ、スマホの中でも見れるんですね、うん、あの移動中とか見れるような仕組みで作らせていただきました。スマホでも見れるんですか、うん、そうなんですよ。だってなかなか OJ テレビで見るの面倒くさいじゃないですか、うんうんうん、で電車で見れた方がいいやんと。そりゃそうですよね。その何やろ、きめ細やかさがいいですね。なんかこう簡単に楽して覚えれたらいいのになっていう。確かに本当にそう思う。それでこういう本を作らせてもらいました。へえ、すごい。なんかやっぱ違いますね。なんかね、プロならではの目線だけじゃなく、そのね、学ぶ側のことというか、そこまで考えられた方になってるということですね。そうですね。自分が苦労したので、みんなには苦労してもらいたくないんで、分かりやすく。うん、そうかそうか。はい、どうしても作りたくて出させていただきました。すごい。ぜひぜひこれはちょっと見せていただきたいですね。本屋さんにも、Amazonにもあります。はい、山口千代で検索していただければ、はい、どしどしできます。そうです。このあの本日のゲストっていう横に書いてるあの山口千代さんですね。そうですね。そうそうそう。そんな感じで見ていただいて、ね、はい、ぜひぜひあの皆さんね、あのアクセスして、はい、あのぜひご購入して。たくさん素敵な写真を撮っていただきたいですね。はい、普段の生活に楽しみを、ね、増やしていただきたいです ね。 本当ですよね。今最近ね、本当 Facebook とかね、いろいろこう、もうね、インスタグラムでしたっけとかね、はい、いろいろこう ね、 うね、あの写真を掲載するというか、もうね、でも確かにあの撮り方によって全然違いますもんね。そうですね。あれってじゃあこれはあのそういうスマホとかでも全然同じように撮れたりします。3分の2の内容はもうスマホでいけますね。そうなんですね。後半の3分の1はカメラの操作方法が入っているので、あそこはちょっとスマホじゃないんですけれども、うん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 、スマホのアプリの話も実は入っています。あ、至れり尽くせりじゃないですか、はい、やっぱりさすがですね。あ、それはちょっと楽しみに、皆さんぜひぜひ購入してぜひ読んでください。読む、見る、うん、あの習得してください。そしてはい、ってことで、じゃあ、そんな山口さんのプライベートのお話を聞いていこうかなって思うんですけれど、はい、はい、どうでしょう。あ、写真が流れてきました。あ、ケーキの写真は仕事のね、写真なんですよ。はい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 、普段スイーツの仕事、撮影の仕事が今最近多くて。あ、そうなんだ、はい、あ、美味しそう、大好物で。あ、そうなんですね。はい、あ、そうなんだ。へえ、女子っぽくていいな。あと人物の撮影をさせてもらったりとかしています。はいはい、うん、いや、あ、綺麗。で、あの最近これはもうハマってるものとして、うんうん、あのガラスとか水辺とかの写真を撮るのが最近ちょっとハマってて、はいはいはい、透明のやつがすごい楽しくて、なんかこうガラス越しに撮るとか、すごい。でも綺麗ですね。そう、敵もプロの方に綺麗ですね、もうおかしいんですけどね。はいはい、うん、なんかどんどんみたいな。あ、これね、あ、さあとね、これ動物私めっちゃ好きなんですよ。おで、特にキリンが一番好きで、へえ、キリンがすごい好きすぎて、餌をやれるってところにこう餌を、あ、はいはいはい、ありますね、なんかね、あげながらカシャみたいな。そうそう、ちょっと可愛い。めちゃくちゃ好きなんですよ。へえ、キリン。あとこれアルパカかな。うん、ちょっとね、顔をよく見てもらうとね、すごい面白いんですよ、はい、この。カメラアップになりますかね。あ、写真か、写真アップとかになったりとかするのかしら。ちょっと待って、はーい。こっちでコード見えるのかな、見せてみます。こんな感じです。あ、大きくなってきましたね。おお、そうそうそう、すごいすごい顔してません、この子。うん、私遠くから見てたら、なんかあの、あ、ライオンさんかと思ってたら違うんですね。白いからね、白いからね。はい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 。
そうなんです、アルパカちゃん、めっちゃなんかちょっと最近どうなんかホゲーっとしてますよね、うん、なんか最近そういうなんか動物の趣味でね、確かに。でもちょっと顔なんかのキリンさんとよくちょっと似た感じありますね、四足歩行の動物好き、あのこうつぶらな瞳がなんとも確かに魅力的ですけれど、うん、ちょっとね動物大好きで、へえ、あ、猫ちゃんも登場、はい、うちの猫ちゃんです、みーちゃんって言います、みーちゃん、はい、いや、なんかこう何とも言えない、何これは何か欲してるのかしら、いえ、愛おしいのかしら、箱に入ってる私どうって言っていいでしょ箱って、箱に入ってこんな顔します、あ、私どうみたいな、そうですね、まあ、女子なんであ、いいですね、そうなんです、常に私どうって言ってくれて、かわいいよかわいいよって言ってます、あ、これとかいいね、すごい、ありがとうございます、かわいい、スマホで撮ってますこれ、あ、これ、うん、でもやっぱりね、なんだろう、違う、やっぱプロですね、触れるかなあと最近そう水辺の写真ってこれですね、知床の写真なんですけど、こう写り込みとかすごい好きで、あ、そうかそうか、なんかそういう透明なものにもハマってるんですよね、うん、何でしょうね、何かをこう欲してるのかしら、透明感、透明感、透明感素晴らしい、そんなこともできちゃうカメラマンみたいな、さすが。でもやっぱりね、こうやって見させていただくと、特にやっぱりこのね、先ほどの本もそうですけど、はい、なかなかこうね、プロからこういう話を聞けるっていうこともないですし、でね、それがこう本当に取りやすいっていうか、素人でもそれを、ま、一からというかね、そういう本当にこうプロがこう学んできた、それが凝縮されてる本を読むというかね、そこを取り入れてこうああいう写真をね、ちょっとでも近づけれたら嬉しいなと思いますね。なるべく結構目線を、ね、まあ、下げてというか、分かりやすいというか、うん、みんなが求めてるものなんだろうなと思って作らせてもらったんで、うん、はい、普段講習もそんな感じでやらせてもらってます。いや、楽しみ。じゃあぜひぜひ、そうですね、そんな講習も聞きたいですけれど、と、はい、いうことで、そろそろプレゼントもらっちゃおうかなって思うんですけれど、はい、実はプレゼントですね、はい、私のフォトカードが、じゃんじゃん、あ、これいただいちゃいました、すっごい綺麗なんです、フォトカードがありまして、見えるかな、じゃん、見えるかな、これですなんじゃはい、これです、ね、はい、ちょっとオブザーバーもいらっしゃるのでそんなこともしながら、はい、はい、みんなに見せちゃいましたけれど、このカード、はい、はい、フォトカードですね、はい、はい、3名様、1人1名なので、はい、3名様に先着で、先着、今週に来てくれた方、講習、講習でお渡しします。あ、本当ですか。はい、これ、講習に参加される方っていうのは、何かそのアクセスの方法とかってあるんですか？ ありがとうございます。ピーヨーカメラで Google をググっていただく感じで、すると私のホームページが出てきますので、はい、そこに写真講座のお知らせっていうのが載っています。はいはい、定期的に掲載されているので、そちらを検索していただいて、はい、で、まあ、応募の時にフォトカード欲しいですっていうのを書いていただけると、あ、はい、このまま見たっていうのも分かるように、いい、ね、うん、はいはい、そうですよね、まあ、先着に渡したいと思います、はい、はい、じゃあ、うん、関西美女ワーカーを見たっていうことをコメントというか、はい、そこに入れていただいて、ね、はい、フォトカードが欲しいよっていうのも入れていただいて、うん、どの講座受けていただいても大丈夫です、で講座の時にもお渡しします。ああ、じゃあもうその、はい、そこのホームページに、はい、入れた人で先着3名でいいんですかね。そうですね。わ、はい、かりました。じゃあ一番近い講習とかでなくてもいいっていうことですね。全然いいです。はい。じゃあぜひぜひ皆さん講習の申し込みの際にこちらのキーワード関西美女ワーカー TV を見たっていうことを
フォトカードが欲しいということとコメントの欄に入れていただいて、はい、でぜひぜひ講習の応募をしていただければ、はい、こんな素敵なカードがいただけるので、はい、ちなみにこれはイルミネーションですね、はい、イルミネーションの写真と、うんうんうん、こちらねモン・サン・ミッシェルのパリの、はいはい、写真です。でこちらが、こちらもフランスの方なんですけど、うん、すごいメリーゴーランドがすごくたくさんあるんですよ、はい、フランスって。で、まあ、ちょっと素敵なちょっとメリーゴーランドがありましたの、ね、でその写真が入っておりまして、まあ、裏側にちょっと名前 と、 ちょっとサインを入れてお渡しいたします。すごい、ありがとうございます。素敵素敵、イエイイエイはい、ということで、はい、お時間もね迫ってまいりましたけれども、最後にPR をあ、はい、どんどんしていただいたらいそうですね、はい、すごく PR させていただいたんですけれども、はい、もしよろしければこちらの方もまたぜひ Amazon とかで検索いただけるとありがたいのと、また写真講習もいろいろやっておりますので、POカメラ検索していただけるといろいろ上がってきると思いますので、ぜひ見てください。はい、はい、ありがとうございます。そう、これはでも本当にね、はい、いいですよね。なんかそういう形でね、手取り足取り教えてくれるものなので、ぜひ皆さん購入してください。すごいアピールしてますけど、はい、私がね、はい、ありがとうございます。で、またね、じゃあいろんな講習なので、講習もね、ぜひ、でも一般の方どなたでも行けるんですよね。はい、どなたでも行ける分と、例えば女性限定とかももちろんあったりはするんですけど、まあ、それは見て選んでいただいて、あとママさん向けとかあったりもします。ママさん向けは例えばやっぱ被写体は子供さん、あ、そうです、自分のお子さん連れてきていただいて、うんうん、でまあ、保育もついてるので、まあ、そこで見ていただきながら、授乳もしながら、なので、まあ、授乳もしますね、女性限定ですけれども、はい、なのでお子様向けの撮り方ということで、その写真を残していただくっていうこともレクチャーしております。すごい、はい、なんだろう、今日聞いててすごい思ったんですけど、はい、そのカメラマンさんっていうくくりはもちろんなんですけれど、はい、なんかそのきめ細やかですよね。気づき点というか着眼点というか、あ、そこそこそこやってくれたら嬉しいみたいなことを感じるなってすごい思ったんですけど、あ、女性ならではっていう感じでもないので、やっぱりその山口さんの持ってる気づき点なんですよね。すごい素敵と思って、ありがとうございます、嬉しい。だってね、やっぱりこう子供預けられないしできないわとかっていうお母さん方もやっぱり多いと思うんですよ。そうなんですよ、ね、結構やっぱり、ね、子育てしてるとこう集中するじゃないですか、うんうん、 そうですね、まあ、そういうのもあって、取り方だけでなくってやっぱりこうそこでママ友を作ってもらって、どうとかっていうの話をしてもらえる場所としてもやっぱり用意しておきたいなと思って、すごい、だいぶ前からママさん向けのもやってますね。あ、すごい、素晴らしい、もうなんかもう惚れちゃいますね。はい、皆さんね、なので、あまりね、こうくくりなんとかちょっと無理かなとかそういうこと考えずに、ちょっとね、相談していかれるとね、そういうまたね、身近な、そうカメラを習うだけじゃなくて、そういうね、仲間というか友達とか ね、いろんな方ともまたでね、つながっていけるのかもしれないですね。はい、はい、では今日はまた本当にね、盛りだくさんのお話を聞かせていただいてありがとうございました。ありがとうございました、ね、またまた皆さんね、こんな素敵な山口さんにもね、実物にも会いに行っていただきたいなとも思いますし、はい、多分きっとその人間性とかはこの本でもしっかり見れると思いますので、はい、ではでは、また本日はありがとうございました。ありがとうございます、はい、はい、ではありがとうございます。
はい、はい、本日も関西ビジョンワーカー TV ご覧いただいてありがとうございました。最後はね、ユッキーの部屋でちょっと締めたいと思うんですけれども、今日すごい愛情を残すっていう言葉が私聞いてすっごく心に残ってるんですね。で、山口さんもおっしゃってたんですけれど、もう自分の中のこう記憶にないおじいさんが撮った写真が本当にこうね、年月を経て見た時に、そのおじいさんの思い愛情がねたくさん詰まったっていうその写真を見た時に、そこにふっと入っていた行かれたんだろうなっていうことを感じて、やっぱり愛情とかってこう言葉では表せないものが、あ、写真ってそうか、そうやって残るんだなということを今日改めて感じさせていただいて、なんかこうそういえば最近なんていうんですか、カメラとかね持ってるので、ついついそれはこう残してるつもりであったとしても、なかなかこうなんていうんですか、形に残らない状態というか、メディアだけでこう管理してしまってたりとかするので、なんか改めて写真に残したいなっていうのを感じました。でそういうね、なんかこう親から孫へ、親から子へ、子から孫へですね、そんなね、なんかこう伝わっていく感っていうのをまた感じさせていただけて、本日も素敵な時間だったなと思ってます。で、また来週、そうなんです、はい、来週は20日にまた10回目が放送されますので、またその時もご覧ください。ありがとうございました。